衆議院選挙の結果を受けて外国為替市場では円安が進行しています衆議院選挙を受けて円相場は一時1ドル153円台前半まで値下がりしています与党の議席が過半数割れしたことで今後の政権の枠組みや日銀の利上げに対する不透明感が広がり円売りドル買いの流れが強まっています 一方でアメリカの雇用統計などの重要指標に加え来週には大統領選挙も控えていてその結果次第では円相場はさらに変動する可能性も指摘されています。